第62回平成杯 G3 芝内回り 2000m3 歳馬16頭が出走して行われます。芝コースコンディションは良好、今年こそこの平成杯からクラシック上位を乗り出す馬が出てくるか。偶数番各馬ロジハーティンが15番ゲートに収まって、偶数番の各馬がゲートを埋めて、これから偶数番です。西に傾いた日差し、ゲートの影がもう足元長く伸びる時間帯になっています。ベールダンスの4番ゲートに入って最後のバッティングはあと2頭います。鳳凰プレミアがまだ完全ではありませんでした。鳳凰プレミア14番ゲートに収まって最後はテラフォーミングです。スムーズ収まってゲートイン完了、スタートしました。揃いました先行争いは真ん中10番オニャンコポン出るか、ステラフォーミング5番手4コーナーカービィ、外名持ち出して4番ベールダンス、さらには15番ドジハービンが上がっていって直後がテンダンス、そして雨の2頭並んでいます。4コーナーカーブ直線コースに向きます。今度は7番カリスティバインが先頭に変わる、ゴールドの15番ドジハービンが乗り切る、3番カリスティバインからはゴールドの15番ドジハービンが乗り切る、
Thank you.
平成まで含まれる平成レッズ株式会社賞が贈られます。優勝おにゃんこボンボ今のシーン田原の自分のこと。第4レースのアトランスレールを開催いたします。